なんて頑張れよ、よくわからんけど。わ、すげえ、おしゃれ。プラズマ団がいる。あんたが育てやってんの知ってんだ。なんたって俺たちプラズマ団だからさ。俺たち人のポケモン奪ってんだよ。育てやといったらいろんなポケモン預かってんだろ。それは俺なりによこせよ。なんだこいつは。解放さす、解放させるんじゃないのかよ。奪うのかよ。お、強そうなトレーナーさん、助けておくれ。邪魔だとするならお前のポケモンを奪うぜ。やばいやつだな。地面タイプ捕まえろってことか。子供に一人旅させる酷だと思うの。まあね。あ、ミルホック、やだ。こいつ強いんよ。あ、でもアロエさんの方が強かったな、これ。メガドレイン、見切り、使い集めて研究に役立ててって。うん、噛み砕く、噛み砕くな。痛え、防御下がんの痛え。ミルホックマジで嫌いになった。あ、でもこいつ敵討ち覚えてないな、多分な。多分大丈夫。 OK、 敵討ち覚えてないなら大丈夫。何持ってんだろう。いいね、スケバン。ヤブクロン、ヤブクロンか。あー、タムさんがいれば。タムさんを返して、どうしよう。おじゃるか。タムさんを返して。毒もきつくなっちゃったな。毒ビシ、ヤブクロンかわいいね。マッドショット、ベーン、いいね。いや、でもおじゃる出せないんよな、カミツレには。カミツレ戦にはガクッと怖いな、ちょっと。タモさんはいいと思う、やめた。でもあのミュージックステーションやってるから。ミルホック あの経験値高かったな。プラズマキャー。ヤブクロの見た目考えた人って何を考えてたんだろう。ゴミ袋でしょ。なんだこいつ、ひとまず逃げるとするか。遊園地でやり過ごそう。遊園地でやり過ごそう。どういうこと。お、住み合いのチャンピオン。お、なに、え、自転車、自転車でライマンシティを観光する予定だったが結局乗らずじまいでな。自転車くれるってやばすぎだろ。ありがとうございます。さあ、自転車3番道路で育てをやってるんじゃ。あ、もう預けてる。いや、えらい目にあったね、解放軍が。おーい、ドレッピ、おう、元気。博士に教えてもらったけど、ライモンシティって見どころいっぱいなんでしょ。遊園地でしょ、ビッグスタジアムにリトルコート、それにバトルサブウェイ。はあ、私はミュージカルに行くつもりなの。じゃあね、じゃあね。マジか、いろいろあんだ。トライアルハウス、トレーナーとしての力試し。いや、怖すぎ。トライアルハウス怖すぎ。あー、怖いなー。ちら。あ、怖すぎ、なんか、怖い。見た目が怖い。いや、いいや。あ、待って、説明聞くか。バトル検定ではシングルならポケモン3匹、ダブルならポケモン4匹で戦いに参加します。参加させるポケモンすべて違うポケモンでなくてはならず、渡せる道具もすべて違う道具ではなくてはありません。またこの施設ではポケモンすべてレベル50のポケモンとなって戦うことになります。5人のトレーナーと連続で戦って、その結果からバトル検定の診断を行っちゃいますよ。やめときましょう。やめときましょう。ちょっと意味がわからないので。あー、おーい、ドルッピー、なんだい。え、戦闘？さっきミュージカルホールを覗いたんだけど、すごいよ。あれ？拉致された。拉致されたわ。ミュージカルか。めっちゃ行くじゃん。左から順番に行こうと思ったのに。ここ？うん。はい、到着。じゃあ入ろう。
可愛いから用意します。お、ね、すっごいでしょ。いや、まだ分からん。お、おじさん。いや、君たち初めまして。私はこのミュージカルのオーナーです。よろしく。名前を言え。いいけど。うん、なんていうか君たちいい感じのトレーナーですね。ケモにグッズをつけて着飾ってあげることをドレスアップというのですが、ぜひやってみてくれませんか。こちらのグッズケースをプレゼントしますから。大丈夫ですか。怪しいおじさんじゃないですか。可愛すぎなんよな、ケースがな。そのグッズケースの中にポケモンを着飾るためのグッズが入っています。ではまずはポケモンを選んでくださいませ。はあ、オーナーって名前かもしれない。マジか。どうしよっかな。迷うな。ほほほいかな。リズムに乗れ、お前は。お、はいはい、タッチペン。なるほど。ほほほいをグッズでドレスアップしましょう。これでしょ。あー、なるほどね。あ、もうこれだよ、これだよ、これこれ。こうでしょ。あ、いいじゃん。あ、いいね。くそ。もう適当につけとけばいいんよ。こんなもんすか。どうすか、これ。これどうすか。お二人とも素晴らしいコーディネートでしたよ。とても魅力的でございます。ドレスアップさえできれば誰でもミュージカルに参加できます。君たちもミュージカルにぜひ参加してくださいませ。うん、愛着ばっかりいけない。いけないな。なるほど、参加してみますか。うん、どうしようかな。あれ、ミュージカル見ないの、やんないの。先にライモン見物しちゃおう。じゃあね。楽しそうだな、人生。ようこそミュージカルへ。参加していただけてとても嬉しいです。今回の参加者は、お豆で参加のリンダさん、みーちゃんで参加のアミノさん、ほほほい参加のドルピさん。ズミエットでの、ズミエットで参加のノエさん。え、ここで負けると？そういうのあんの？女の子のお客さんに人気のある演目ですね。それでは早速、レッツドレスアップでございます。わ、ああ、また？ちょっと待ってな。これでしょ？こう、これでいいでしょ？まだつけれる？ああ、メガネは微妙だな。これ？これ？ああ、これ、ああ、マラカスは欲しいよな。やっぱこれでしょ。え、ここバトルあんの？準備ができたみたいですね。それでは舞台へ上がりましょう。ん？お？何これ？お、かわいい。人生は一度きりだからオーディションに落ちると一生フリーター生活。うん、クソみたいなポケモンばっかじゃん。いけるいける。いけるいけるよ。あ、1位だな、これは。あ、なんか右のいいなぁ。ミネズミ。はい。これ自分でやんだ。あ、これ使っちゃっていいのかな。いいよ、あんなやつ映さないで。サムネ候補。いや、かわいいな。ヒャップかわいいな。おお、今アピールして、無視して。ライトアップ無視してアピールしたい。 BW のポケモンの動きすごいいいよね。ぴょんぴょん。あれ、マラカスどこ行ったの。うん、出てきた。ぴょん。おー、いいね。
これ何順位つけられんのこれ。飛んどる。飛んどるわ。飾りましょう。うん。運のお使い様です。とても素晴らしいミュージカルでしたね。その証拠にほらお客さんから皆さん宛に お便りを預かっています。いや嬉しいですね。順番にお渡ししましょう。うん。アミノさんドレスアップとても個性的でした。綺麗のある動きを見ていたら私まで個性的な気分。ぜまたぜひ参加してください。フリンダさんのドレスアップとても個性的でした。同じこと言ってね。私まで個性的な気分。ちょっとわかんないな言ってる意味が。ノエさんのドレスアップとてもキュートでした。キレのある動きを見ていたら私までキュートな気分。うん。トリップさんのドレスアップとてもキュートでした。ドレスアップされたポケモンからも人が演じているかのような豊かな表現を感じました。またぜひぜひ参加してください。ほほほい。本日はご参加いただき誠にありがとうございました。またぜひミュージカルに参加してくださいませ。ごきげんよう。なんかスッて終わったな。スッて終わった。お疲れ様でした。おもちゃの刀、それ戦闘に使える？戦闘には使えないか。今ライモンシティですね。あ、ベルちゃんどうした？なんか絡まれてない。パパン追っかけてきたんだ。どうしたのこんなところで。うわマジか。どうもこうもお前を連れ戻しに来たんだよ。ママから聞いたけれどここまで旅をしたんだ。もう十分じゃないか。やだやだよ。ドヨピやポケモンと一緒に旅するんだもん。いや曲がダメだ。よそはよそ、うちはうちだよ。やなパパだな。だったら私パパパパだもん。確かに。これが親、普通の親の対応。まあね。誰？お嬢さん旅を続けなさいな。カミツレさんか？もしかして。うわぁ、カミツレさんならまあちょっと。どなたです？親子のお話に。カミツレと申します。顔長いね。このライモンのジムリーダーやモデルをしています。もちろん世界にはいろんな人がいます。自分とは考えが全く異なる人もいて、時には傷つくこともあるかも。そうでしょうとも。そうなんです。私はそれが心配で。ですが、そうしたことを繰り返し、自分と他人は違うことを、そして違っていて当然だと知っていくのが大事ですよね。なんだこれ。ポケモンかこれ。それに心配しなくても、トレーナーのそばにはいつもポケモンがいてくれます。命かかってるけどな。いつもは可愛いのに、いざとなればすごく頼れる素敵なポケモン。お願いしてる。お願い。パパが心配するように大変なことがあるのは知ってるよ、知ってるもん。だけどいい人もいるし、ポケモンと一緒に私もちょっとは強くなったんだよ。あー、むむ。そうだよね。そうだよねって。旅を続けたいのがベルのわがままというなら、旅をやめさせたいのは私のわがままだ。うわ、納得した。しかもどう考えても私の方が子供っぽい。まあそれも普通だと思うけどね。ジムリーダーさんに言われて気づいたよ。そうだねベル、今は君がしたいことをした方がいいんだよきっと。パパは君の旅が楽しいものであるよ祈るさ。はい、任せとけ。パパーン、パパ行っちゃった。やりたいことを見つけたらちゃんと家に帰るから。あの人もきっと昔はトレーナーとして旅をしてたはずなのに。こうやって大変なのね。大変だよ。せっかいだった。なんだか困ってるように見えたから声かけちゃった。あなたたちトレーナーのポケモンジムにいらっしゃい。私が大変厳しさを教えてあげるから。やばいやばいやばい、まだいけない、まだいけないっす。かっこいいね。私、カミツレさんのような素敵な女性になりたい。ああ、私に何ができるのかな。いや、頑張ってくださいよ。跳ねのけたんだから。じゃあねー。
多分今のまま突っ込んでも破壊されるだけなんだよな、パーティーが。パーティー全破壊される、多分。いや危ない危ない、なんか出るかな。あー、あざとい。19、煙玉持たせとく。確かに痛い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 、これ捕まるやろ。いや、カミツレ怖えうんうんうん、オッケー。チラーミチンチラポケモン、尻尾でお互いの体を撫でて挨拶、尻尾の手入れを欠かさずいつも綺麗にしている。ガンミガンミーちゃんにしましょう。じゃあ、いやチラーミー使わないかな。なんかいるかな。わあ、あ、ゴチュームか。ゴチュームか。いや、ありあり、ゴチュームはあり。ダメ押し死にそうだな。プロかけ。ズン。やめて。コミコミポケモン。まあ、チラチーノ、まあ、可愛いよね。ないで進化だっけ？忘れちゃった。石だった気するんよな。お前はもう攻撃が当たらねえ。当たらねえ。当たらねえぞ。当たりません。光の石か。うん。なんで当たるのよ。もう全然当たんないだろう。よーし、ゴチムか。ゴチムも育てたことないな。こいつエスパーよな。ドゥンドゥンドゥン。よし、あ、ゴチム育てて。ゴチムありだな。凝視ポケモン、ガンミーじゃん。リモンのような触覚でサイコパワーを増幅させる。何かをじっと見つめている。押すか。どうしようかな。ぼっちゃんなんか前もぼっちゃんいなかった。ゴシックとかどうですか。結構真面目。今までで結構真面目だと思う。あ、ヤバくの。いつも真面目じゃないような口より。アンピちゃん可愛いな。でもオスだしな。ダメよし。ベン。あ、殴ってたね。ゴチックいいな。ゴチックにすればよかった。妙調、名調。なんか一気にパーティー出たいポケモン捕まえちゃったな、いっぱい。ゴミ袋ポケモン、不衛生な
場所を好む。ゲップのように吐き出すガスを吸い込むと1週間寝込む。1週間寝込むやばいよ。1週間寝込むはやばいでしょ。ズン、危な、怖い怖い怖い。この BGM がやだよ。お、22進化するんでは。虫食い、おーおお、まあまあいいな。虫食いあり。でてててん、攻めたり守ったりのリズムがディレイしていいね。ディレイ、お、あ、来た来た来た。あいつ改造じゃなかった来たー、久しぶりの進化だ。来ましたね。おー、オイーガになりました。オイーガです。いいね、オイーガ。もうちょいでかいかな、こんぐらい。まず久しぶりの進化よ。スタージャブリお、鉄壁、あ、鉄壁かー、なしじゃないと思うよ、鉄壁、鉄壁って。弱くなきゃいいか。鉄壁なしじゃないと思うんだよな。タイヤだねおミシュランだしね。勝負をして分かったよ。お前最高だぞ。これを持っていけ。え、エレキギター、何すんの。グッズケースかなるほどね。あ、オッケー。